さあ中部山本聡太君ショート終わりました素晴らしかった、うん、あのねえー、っとはいすて、えー、なカメレオンあのね得点95.28っていうことで点数上げてきましたねはいえー、っとさすがだなと思いましたあのやっぱライバルがねやっぱそこまでこうたくさんいけなかったっていうのもあって伸び伸びと滑ったのかなっていうところもあるかと思うんですけど非常に良かったなって思いましたねはいえ 4回転とあで最初の第1話も4回転とトリプルトーループ良かったと思います。でその後が4回転サルコールえ。4回転サルコーはちょっと詰まったかなっていう感じはあるんですが、まあ、多分回転とかも大丈夫だと思いますで。トリプルアクセルも良かったですね。うんまあ、このトリプルアクセルもあのちょっと、ね、ミスがあの前回の大会あったので、まあ、今回は決めていき,て、えー、きました。 はい、で、スピンとかも全部良かったと思います。まあ、最後の足換えのコンビネーションスピンのも良かったし、えーまあ、途中のシットスピンの,あの足換えも良かったと思いますね。シットスピンの足換えはレベル5とかも取れちゃうんじゃないかっていうぐらい。 いろんなことやってて、すごいなって思いました。で、そのシットスピンの足換えの後の、えー、振り付けとかも音楽になって非常に面白いあの振り付けも良かったなって思いますので、えー、とてもいい内容だったと思います。はい。うん、落ち着いて伸び伸びと緊張感なくやってたかなっていう感じがありましたね。うん。で、えっ、ー、と、本田くん、最初に攻めた本田くんは、 ルッツジャンプがちょっとミスがあったんですが、まあ、55.21という点数で、まあ、比較的満足してた感じでしたかね、うん。という感じになりました、チューブのショートになりますね。はい。そうたる君、えーっと、95点ということで、結構いい点出しましたね。だんだん点数上げてきてますね。あの前最初の原算の時とかは あのちょっとまだ点数は91点だ,だったんだけど、まあ、そこからもう95点国内大会出てますので、まあ、点数一気に上げてるなって僕は感じますねで本人も気遣い喜んでたように思いました、はい、では速報は以上です